こんな山奥に引っ込んで何を始めるのかと思ったら正気なの？もちろんさ、もう他にやるべきことなど思いつかない。そう、まあ応援してるわ。でも楽しみね、あなたに子供ができるなんて。子供？そう言えなくもないか。生まれたら名前はどうするの？そうだな、自由研究とかであまり休みって感じもしなかったけどね。課題か、今日からまた授業で課題が出るような。だらけてないでシャキッとしてください。もうすぐ学園祭もあるし元気出そう。去年は散々だったわね。ピロちゃんがロクシス君に誘拐されて。誘拐？ロクシス先輩、なんてことを。私がやったわけじゃない。そうだ、学園祭のことなら少しだけ噂を耳にした。おお、何？何をやるの？学園横断ウルトラ錬金クイズだそうだ。何それ？詳しくは知らないが、二人一組で錬金術に関する問題に答えていくらしい。私でも参加できそう。誰と一緒に出ようかな。学園祭までにゆっくり考えればいいんじゃないかな。それもそうだね。ちょっと楽しみになってきたかも。やる気が出たところで頑張って課題をこなしましょう。課題か、めんどくさ。急にやる気をなくさないでください。いろいろ取ってきてやったぞ。
材料の確認をお願いします。アタノールを、アタノールを使うのか。気をつけて使えよ。
らっしゃ、毎度いらっしゃい。いいもの揃えてるよ。毎度いらっしゃい。毎度また来てくれよ。いらっしゃい。何を買いに来たの？もういいの？またたくさんお金持ってきてね。よっしゃい。さあ、何でも買ってってくんな。また買いに来いよ。何？噂を流してほしいのかい？新しいネタどんどん作ってきてよ。何かご用かしら？何か必要になったらいつでもいらっしゃい。何か買いに来たのかい？毎度！また来てくれよ。